はい、えー。日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは第4週、第週反転授業のビデオの中の3つ目ですね。この,あのビデオでは反転授業の動画でできないこと、つまり、えー、クラスで、えー、教室で、えー、やるべきことについて話したいと思います。えー、この、あのー、教室でやるべきことは、一つはシナリオプレイ、そしてロールプレイ、共同学習などがあります。 ただし、この2番と3番のロールプレイと共同学習はみんなの日本語には入っていません。ですので、この2つは自分で先生が準備しないといけませんね。はい。シナリオプレイというのは、これはみんなの日本語の第2課ですね。第二課の例ですけど、この会話の中の山田一郎さんのところを一人の学生が読む、もしくは覚えてから話す。 2番目のサントスさんの、えー、<laughs> ところを学生 B が話すという、こういうものです。はい。これはみんなの日本語だけでもできます。えー、ロールプレイというのもあります。えー、ロールプレイというのは、はい、えー。あの、こういうふうにですね、ロールカードというのを準備します。これは国際交流基金のロールプレイ、えー、テストというものから、えー、引用していますが、あの、カード A を持っている人は、 カード B を知りません。わからない。で、カード B を持っている人は、カード A に何が書いてあるかわかりません。えー、つまり、この二人の間には、えー、情報の差があるですね、あるわけですね。インフォメーションギャップ。えー、これがとても大切です。えー、自分の知らないことを質問する。相手の知らないことを教えてあげる。そういうのがロールプレイです。えー、それから共同学習というのは、子供たち、 子供たち同士が教え合い、学び合う、共同的な学び、というふうに文部科学省は定義していますね。はい。えー、うん。共同学習の種類としては、えー、ピアリーディング、ジグソーリーディング、あ、まあ、このね、えっ、ー、と、ジグソーリーディングとプロセスリーディングは、ピアリーディングの、えー、方法の、えー、うちの一つですね。それから、えー、ピアリーディングの他に、ピアライティングというのもあります。 ピアライティングは一緒に作文を書いていくようなものですね。ピアリーディングはもちろん2人とか3人で読んでいくタイプの勉強の方法です。ここではこのジグソーリーディングについて少し紹介したいと思います。ジグソーリーディングっていうのはまずですね、1つのクラスをグループ分けするんです。ここでは4つのグループに分けていますね。16人を A, B, C, D の、あの、4つのグループに分けました。で、そこから、え、ここでですね、同じ、あの、A の人は、このグループの人は A の文章を読みます。で、このグループは B の文章を読みます。そして、このグループは C の文章を読み、このグループは D の文章を読みます。みんなが違う文章を読むんですね。はい。で、その後で、こういうふうに混ざったグループを作ります。このグループには、 A から一人、B から一人、C から一人、そして D から一人入っていますね。だからどのグループも同じようになっています。えー、この <laughs>、えー、こういうふうにグループを作って、この中でお互いに、えー、A の,あの文章にはこういうことが書いてありましたということをこの人が言って、B の人は B の文章にはこういうことが書いてあった、えー、というわけです。C とか D の人も同じですね。えー、そして、えー、じゃあ文章、この、 4つの文章を全部、えー、うん、あのー、考えてみると、どういうことが言えるのか、そういうことを話し合います。これが、えー、ジグソーリーディングと言いますね。はい。えー、で、こういうですね、今、あの、この、えー、スライドの中には、こういうリンクがたくさん貼ってありますが、このリンクは、この動画のですね、えー、下の概要のところに書いてありますので、えー、皆さん、興味がある人は、この、 リンクも開いて勉強してみてください。はい。それでは私からは以上になります。はい。そして冒険は続きます。フィルム連携。